側面から見たマダコ。マダコは、タコ目、マダコ科に属するタコの一種。東アジア沿海の熱帯、温帯海域に広く分布。日本の本州以南では一般にタコといえば、本州を指す。かつては本種にオクトパスビルゲリスキュビエ、1797という学名が用いられてきたが、I.グリダルにより、O.ビルゲリスと別種であり、オクトパスシネンシス D. オービグニー、1841が有効であるとされた。腕を含めた体長は約60センチメートルで、腕は胴体の約3倍の長さだが、体はしなやかである程度まで伸縮する。体表は低い突起が密生し、さらに全身の皮膚には色素細胞が分布する。周囲の環境に合わせて体色や突起の長さを数秒ほどで変更でき、岩石や海藻によく擬態する。無脊椎動物の中では特に知能の高い種だと考えられている。オスとメスは大きさ、交接腕の有無、吸盤の並び方で区別できる。浅い海の岩礁や珊瑚礁に生息するが、外洋に面した海域に多く、内湾には少ないほか、真水を嫌って、汽水域には生息しない。同じ海域に留まって生息していると考えられているが、常磐沖では季節によって移動する渡りダコ、または通りダコと呼ばれるものも見られる。昼は海底の岩穴や岩の割れ目に潜み、夜に活動して、甲殻類や二枚貝を食べる。その際には獲物を腕で絡め取り、毒性を含む唾液を注入して麻痺させ、腕の吸盤で硬い殻もこじ開ける。この唾液は人にもかなりの毒性を発揮し、噛まれた場合は相当な期間、痛みが続くことがある。天敵は人間以外にも海鳥、ウツボ、沿岸性のサメ、エイなどが挙げられる。危険を感じると墨を吐き、敵の視覚や嗅覚をくらませる。腕を地切れすることもでき、欠けた腕はしばらくすると元通りに再生する。繁殖期は春から初夏で、交尾したメスは岩陰に潜み、直径 2.5mm ほどの楕円形の卵を数万から十数万個も産む。マダコの卵は棒状に固まり、富士の花のように見えることから海頭花とも呼ばれる。メスは孵化するまで餌を取らずに、卵の下に止まり、ロートで海水を吹きつけたり、卵を狙う魚などを追い払ったりして、卵の世話をする。しかし人間や他の動物が一定以上邪魔をすると、育児放棄する。卵は1ヶ月ほどで孵化するが、メスは孵化を見届けた直後にほとんど死んでしまう。孵化直後の子ダコは、体はほぼ透明で、胴体部分が体の大部分を占めるが、体には色素胞があり、腕に吸盤もある。子ダコは海流に乗って分布を広げるが、この間に多くが他の生物に捕食される。海底に定着した後は2から3年ほどで、急成長し、繁殖して寿命を終える。白いものを餌と認識するようで、ラッキョウを餌にした釣りにもかかる。みかんの栽培が盛んな地域では、海に落ちたみかんを食べている様子が確認されたこともある。日本では重要な水産資源で、タコ類の中では最も産額が多い。瀬戸内海の兵庫県明石市沖で取れる、明石ダコが珍重される。カニなどを餌とした釣りも行われるが、物陰に潜む習性を利用したタコ壺漁法が主流である。大阪湾沿岸の弥生時代の遺跡からも、タコ壺用と思われる土器が大量に発掘されており、古くから食用にされていたことが伺える。塩でもみ洗いしてから茹でて、酢だこ、煮物、寿司種、燻製や干物、たこ焼きや、明石焼きの具などにする。茹でずに生で刺身にしたり、薄切りにして、しゃぶしゃぶにしたりすることもある。日本の需要は、国産だけでは賄いきれないため、禁煙酒が、アフリカ大陸北西の大西洋岸諸国などからも輸入されている。モロッコからの輸入は一時日本での消費量の4割を占めていたが、乱獲によって漁獲量が減少し、2003年から1年あたり8ヶ月程度の禁漁規制が続けられている。モーリタニアも有力な輸出元である。一方、タコは英語でデビルフィッシュと呼ばれることもあり、欧米で食用にするのは長らく、南欧の一部地域に限られていた。イタリアやギリシャなどの地中海沿岸やスペイン北西部のガリシア州などである。近年はこうした南欧の多古食文化が観光客や移民を通じてヨーロッパの他地域やアメリカ合衆国にも広がりつつあり、国際市場での日本の商社などとの購買競争が激しくなっている。2017年6月8日、日本水産はマダコの完全養殖技術を構築したと発表した。ありがとうございます。